国民一人一人に12桁の番号を割り当てるマイナンバー法がきょう施行され通知カードの送付が始まります通知カードは12桁の個人番号が記入されていて住民票の住所宛に今月中旬から来月末にかけて簡易書留で届きますこれをもとに郵便やインターネットなどで申請すると来年1月から正式な番号カードが交付されますただ、 住民票と異なる場所に住む人など通知カードが届かない人が出る懸念もありますマイナンバーはまず来年1月から税や社会保障の分野で利用が始まります企業や団体に勤める人は源泉徴収や健康保険などの書類手続きのため勤め先にマイナンバーを報告する必要も生じることになります